はい、皆様こんばんは、カズチューブです。ドライビングバージョン、一人ドライビングバージョンです。名神高速道路の西宮インターから東に向かっています。まあ、これが名神の、西の起点になるわけですが、関東地区の方にはね、分かりにくいかもしれませんが、名神高速道路、まあ、名は名古屋、神は神戸という意味の、名神なんですが、名神高速道路の西の端は神戸まで行っておりません。西宮が終点です。ということはお伝えしておこうかなと思っておりますが、今日僕は11月の1日でございまして、ずっと2週間ずれ込んでいたあの歯の、ケア、デンタルケアに行ってまいりまして、お掃除等をして、もらってきました。いつものように神戸は板宿の神戸スマークなんですがね、板宿にあります大森航空外科、大森先生のところに行ってまいりまして、歯をきれいにしてもらってきたんですが、それが終わって、今教室に今日は向かっているということですね。5時過ぎなんですが、もう日が暮れるのが早くなってきましてね、以前何回か同じ時間帯でこの名神高速を走りながら、ドライビングバージョンで僕喋ったとは思うんですが、全然ね違うもんね。あの時は普通にまだ昼間だったんだけども、同じ5時でももう夕暮れ、トワイライトですね、黄昏ですね、秋は黄昏、いいですね、そんな感じでございます。で、今日はその大森先生のところに行きますと、受付にはネッピーリプシー人形、懐かしいでしょ、に加えて、ブルベルの、ぬいぐるみが置いてある。で、そのネッピーが、王冠の冠をかぶっていた。さすがチャンピオンっていう感じで、そんな飾り付けが、されておりました。大森先生はもう昔からずっと、オリックスの選手関係者をずっと見てくださってる先生で、今でも選手関係者がよく通う歯医者さんです。航空外科の先生です。で、まあ、同じようにスポーツ系のことでいうと、まあ、タイガース系も行く人もいるし、あとラグビーの神戸製鋼ね、神戸製鋼の選手の皆さんも結構まあプロ野球選手もラグビー選手もそうなんだけども、マウスピース、テンプレートを作ってもらうっていうようなこともあるんでね、結構、航空外科お世話になっているんですけどもね、まあ、神戸製鋼の選手も大森先生のところに皆さん行ってらして、もう亡くなり、になりました平尾誠二さんね、世界の平尾さんです。平尾さんなんかも、ずっと大森先生との付き合いが深くて、で、僕は大森先生を介して平尾さんと親しくしてもらっていたんでね、そんなあれですよ、航空外科に行ってまいりまして、ネッピーが冠をかぶっていたというエピソードで、僕が帰ろうとすると向こうから大前さんという声が聞こえて、誰かと思ったらあだっちゃんでした。あだっちゃんも来てるんだねと思いました。さて、そんな感じで1995年の優勝の話、祝賀会の話まで昨日はお伝えしましたが、95年の続きの話で、95年っていうのはそのオリックスが、神戸の大震災の後の優勝ということもあって、もうこれはもう全国的に、まあ、一大ニュースだよね。あの復興の街のシンボルとして、その市民球団であるオリックスブルーウェーブが、見事に優勝を飾っていく、まさにこの復興を目指すチームの、希望としてというような形でのストーリー、もうニュースのストーリーとしてはもう最高のストーリーなわけよ。まあ、そんな中で、オリックスという球団が、たちまち、パーリーグの位置、この関西球団というところから一気にこの全国的に、まあ、知られるということになってくるのね。まあ、ブームが起きるわけよ。で、まあ、ブームだね。まあ、ブームというのはあくまでもブームで、一時的な熱狂です。で、これをブームをやはりいかにこの、ビジネスとしては定着させていくとか、いくのかっていうことが大きなポイントになってくるんだけども、なかなかブームというのは、熱というのは、人々の熱というのはね、熱しやすく冷めやすいです。まあ、それも後にオリックスが、95年96年の連覇の後、イチロー選手が、いなくなるという2000年代にかけて、まあ、そこを、まあ、前後から、そのブームは去っていく、熱があっという間に冷めていったので、やっぱりその間
がやっぱりこう勝ち続けていかないと、いろんな話題を提供し続けていかないとということなんだろうけど、それができなかった。難しいね。近年ではあのラグビーワールドカップで日本代表が大躍進を遂げて、この世界のベスト8まで進んだ。世界の強豪国に勝つ、世界の強豪と、まあ、互角に渡り合う、そんな姿にみんなは感動して熱狂して、一大ラグビーブームが、沸き起こりましたけども、コロナもあってなんか知らぬ間にあのラグビーの熱はどこに行ったんだろうかというところに今なってますが、だからまあ熱っていうのは冷めるんだよね。だからその熱というものではなくて、何かこのしっかりとした、根を張らせる何かっていうのをこれ作っていかないといけないわけだから、今のオリックスも、25年ぶりの優勝というところもあって、関西のメディアでは多く取り上げられています。こんなに僕正直、関西メディアが、オリックスのことを取り上げてくれるとは思ってませんでした。まあ、それぐらいやっぱりあの25年ぶり、まあ、しかも前年前その前も含めて2年連続の、最下位チームがチャンピオンチームになるというところのこのストーリーがまた面白い、話題性がある、しかもそこには日本代表をするような選手が、チームにはいるというところで、やっぱりこのマスコミは興味を持ってくれたわけよね。でそうするとやっぱりなんとなく世間の目も、集まってくる、まあ、それは注目というやつなんですね。でまだそのブームというところまでは至ってないけども、今はね、1995年は明らかにブームだった。96年もそうだった。でそのブームに乗っかってオリックスは、いろんなことを仕掛けていったんだね。まずあの選手関係でいうと、いろんなあのコマーシャル CM に選手を、登場させてもらおうというような、ところに至りまして、例えば、自動車メーカーにはイチロー選手が出てくれましたし、であと某食品メーカーのスナック菓子とんがりなんとかっていう今でもあるスナックのお菓子がありますよね、あれには、イチロー選手をはじめとして数人のオリックスの選手が、登場するというような、感じでの CM 出演がありました。だからこのオリックスの選手がイチロー選手以外の、選手も、そういったコマーシャルに出ることによって、まあ、全国区ではないけども、いろんなところで皆さんの目に触れるように、するように、まあ、そういうふうに、まあ、球団の戦略として仕掛けていったわけよね。で、まあ、そこにはもちろん代理店も入ってくるんだけど、であと、まあ、そういった戦略とともにですね、この商品戦略、いわゆるその、野球の応援グッズっていうのは、まあ、もちろんあったんだけども、オリックスはそこで、新たにですね、商品部だったか商品課だったか、忘れましたが、商品を専門とするセクションを、球団の中に立ち上げた、ね、でそこでこの、まあ、ブランディングではないけども、そのいわゆる、ブランドとしてこのブルーウェーブを定着させようということで、まあ、野球関連だけではなくて、例えばアパレル系にもこう進出をしていって、で実際にそのアパレルのショップをですね、例えば神戸であれば、ハーバーランドであるとか、あとは三宮のセンター街、一番人が通り多いところね、あそこに店をショップを構えて、まあ、そこで、まあ、球団の、まあ、出先ショップという形で、まあ、そこでアパレル系のものを売ったりグッズを売ったりしたのね。で、まあ、今その名残が今 B-WAVE という形で、三宮の交通センタービルの1階にありますよね。あれも中心街、に残っております。で一時は東京のね、あの東京ドームの、すごいこのプリズムホールっていうのがあるんだけども、そこにも店を出していた時期もあった。で、まあ、アパレルでね、結構そういったものを、いわゆる野球グッズ以外のところで、ものを売っていこうというところでの戦略もあってね、まあ、これはまあ当時野球界としても、ブランド、アパレルのブランドを球団として持っていこうというのはね、まあ、これはもう画期的でしたね。で、これもまあ、
まあ、画期的ではあったんだけども、画期的イコール、それが成功とは限らない。まあ、赤色灯が光っておりますが、何だろうか、まあ、道路維持の車ですね、気になさらずに、というわけで、そんな感じで、ブランドを立ち上げようという形でね、アパレルにも手を出した時期もあったんだけども、まあ、それはまあ定着はしませんでした。やっぱりね、まあ、球場じゃなくてこうタウンユースでも、身につけることのできるアパレル系を作っていこうという志は素晴らしかったですけどね。で、まあ、まあ、今は、オリックスと提携する、スポーツメーカーが、まあ、タウンユース系の、そういった、ものアパレル系の展開はありますけどもね。まあ、そんな感じで、まあ、でも、考えたらね、非常に、なんていうのかな、新しいね、ことに、まあ、挑戦をする、まあ、チームが勝った、優勝した、人気も出てきた、という中でね、そこにこう、乗っかって、新しいビジネスを展開していこうという流れに、なってきました。で、まあ、その絵が、まあ、後にいろんな野球界に影響を少なからず、与えていることは、これ間違いないんでね、まあ、野球が、野球プラスアルファのところで、まあ、エンターテインメントっていうことかなに、もっと目を向けていかないといけないということでしたね。ただその野球の勝ち負けだけにこだわらないエンターテインメントっていうところは大切なんだけど、でもよく分かったのはやっぱりその後、イチロー選手がいなくなったりチームが弱くなっていったりした、それと同時に、やっぱりだんだんその人気という点でも苦しくなってきたということは、やっぱり勝負事は勝たないといけない、本業の野球を勝たないといけないということがよく分かったっていうね、まあ、こともあったわけですよ。で、まあ、そんな感じで、1995年というね、シーズンが、終わって、いよいよその勝負の96年が、始まるわけでありますが、まあ、96年の、まあ、キャッチフレーズが、実はドリームトゥギャザーという95年のキャッチフレーズを、引き継ぎました。まあ、これ僕らのセクションが担当するんだけども、キャッチフレーズはね、別に手を抜いたわけでもなくて、95年に達成できなかった、まあ、日本一あるいはその神戸での胴上げ、というところ、まあ、その夢というところにもう一度みんなでチャレンジしよう。でまだまだ、復興も道半ばという状況ではありましたから、この頑張ろう神戸という言葉、もちろんワッペンも取りませんでしたし、このドリームトギャザーという言葉、はそのまま生かそうということで、1995年のキャッチフレーズをそのまま踏襲して、1996年、ドリームトギャザー1996-1996というキャッチフレーズをつけて、そのシーズンに臨んでいくわけです。さあ96年の話は次回ということになりますね。